どうも、庶民ゴルファーのハチです。こちらの動画は岐阜県恵那市にある岩村カントリークラブのインコース10、11、12番ホールのラウンド動画です。コースデビューしてね、9ヶ月経ったやっちゃんとのラウンドですが、前半を51で折り返してからの後半戦です。100切り目指してね、奮闘中のやっちゃんは今回目標クリアなるのか。それでは行ってみましょう。乗ったね、これ。これナイスオン。バーディー取れるんじゃない？めっちゃやっとるやん。おー、今日ナイスカット。いいよ、お先に落ち着いて。うん、そう、前回同様。ナイスショー。おー、超えてった、超えてった。うん。おぉ、いいね。でもまあ、ここパー5だからね。トップ。ああ、でもまあありそうだな。40はないでしょ。40はないでしょ。
まあ、よしでしょう。ダボか、ボギーが。おお。あ、これがどこか。プレフォーの奥手前か。あ、ナイス。なんだそれ、なんだそれ、なんだそれ。短く持ってだね。うん、短く持ってね。落ち着け落ち着け落ち着け。深呼吸じゃ。うまい、ナイス。あー、惜しい。はい。上りだから。叩いたね、ここ。ということでインコースのスタートでしたが、やっちゃんかなりもったいない。スタートがパー発進と順調な滑り出しだっただけに12番ホールは悔やまれますね。ここから踏ん張ってなんとか巻き返してほしいところです。インコース中盤戦の模様は次回の動画でお届けしたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。